は新型コロナウイルスの感染者についてです。県内では今日新たに9人の感染が確認されました。感染が確認されたのは仙台市で6人、東松島市で3人の合わせて9人です。このうち仙台市内の3人と東松島市の3人は、いずれも県内で感染が確認された人の濃厚接触者です。残りの仙台市の3人の感染経路は分かっていません。